ノースガストは日本の競争場。1980年の菊花賞の優勝場。後に種母場となった。文中のバレー表記は当時日本で一般的であった数え年で記載する。3歳児の1979年に函館競馬場でデビュー。3戦目から連勝して出走した阪神3歳ステークスは、品場ラフオンテースの2着に終わった。 札幌賞には間に合わず、4歳初戦に中京競馬場でのレースに出走し、東京優春に出走するが、オペックホースの10着に終わる。夏場には、函館で1200万下条件の特別競争に2度、出走するが勝てず、この函館から騎手が田島良保となった。秋には、神戸新聞杯を勝って、 初の重賞制覇を果たすと、京都新聞杯でも2着に入り、秋本番の菊花賞では5番人気に支持された。レースではダービーで2着に赤敗した1番人気の、モンテプリンスが、早めに先頭に立ち、直線で抜け出すが、ゴール手前で、ノースガストが内からかわし、首差でモンテプリンスを下して3分6秒1の、レコードタイムで優勝。 この時の馬体重は422キロで、菊花賞最軽量優勝馬となった。以後は故障も続き、5歳児の大阪杯と6歳児の宝塚記念に出走したのみで7歳で現役を引退した。現役引退後、1984年から種母馬となったが、中距離重賞の神戸新聞杯を勝っていたものの、最も大きな獲得タイトルが菊花賞であったため、 シュボバとしては、原点材料と見られる、長距離バ扱いされたこと、引退の機会を逸したこと、また血統が、ノーザンダンサー系などの人気系統からも外れる上に、母の父がパーソロンの、前兄に当たるため後輩の幅に制限があることなど、不利な要因が重なり、ほとんど種め付けの機会に恵まれず、当て馬との兼用になった後、1992年に、種ボバを引退した。 種母場晩年の産区の多くは2分、久を9社に入居していた。その後、北海道白尾郡白井町の伊波東部、オーシアンファームに、功労場として、つなぎようされ、同地で死亡。墓も、同牧場に建てられている。1996年の参上記念を買った、富野ゴ蘭が、中央、地方を通じて、唯一の重症化中まである。他には、 中央で一勝した馬を、数頭出した程度でこれといった三区はいない。また、母の父としては1997年の忘れな、グサ賞に四着し、中央で四勝を上げた、マヤラブリーを送り出している。六代母フリッパンシーは、大砲セントライトアルバイトとサミドリ兄弟を輩出している。母の父ミステリーは、パーソロンの一切上の、全兄にあたり、 他に、母の父としてリンド星を出している。ありがとうございます。